斎藤はじめの偽名で京に潜伏し、覆面の男を追い続けていた。手がかりはただ一つ、東洋を殺した剣、天然理心流。やがて龍馬はその使い手が三風呂と呼ばれる新選組の古参幹部たちだったことを知る。全ては吉田東洋の仇を討つため、苦悩の末龍馬が選んだ道は斎藤をはじめとして新選組へ潜入することだった。たとえそれが兄弟との絆を断つ決断だったとしても。ちょっとどないしたん、大声出して。お客さんがびっくりしてしまうやないの。おかみさん聞いてえな、はじめさんが新選組に入るなんて言うとんのよ。え、それほんまなん？ああ、アホやね。ほらみ、毎日ブラブラしてはったくせに急に何のつもり？新選組ってのはえらく羽振りがいいって聞いてな。見入りはいいし、組の名前を出せば随分融通が利くらしいじゃねえか。ああ、確かにそうらしいけど。それにあそこは浪士の集まりだ。腕さえ確かなら身分も関係ない。俺が宿代を稼ぐのにうってつけだ。何言うとるの？あんた宿代のために人切るん？身風呂になんかなったら飽きまへん。身風呂？新選組のあだ名や。昔は身風呂押し組っちゅう名前で暴れ回ってたんや。身風呂押し組。身風呂の野良犬はカモも食い殺すってな。よう噂されたもんや。なんだそれは。なんや、そないなことも知らんの？身分の浪士組には最初局長が二人おったな。今の局長さん近藤勇と、もう一人芹沢かもいう人。その芹沢さんが近藤勇の一派に殺されたんやって。身内のいざこざか。近藤勇と芹沢鴨はどっちが偉いかでいつも言いがみ合うてたらしいわ。それで近藤さんは芹沢派の全員を殺してしまったんやと。八つ咲きにしてな。ほんまおっかない話やで。相当危険な連中のようだな。連中は腰に大小刺しただけの野良犬やさかい。はじめさん、ぼーっとしとるからな。あんたがもし新選組入ったら早死にするだけやで。なあ、あんな野良犬たちの仲間なんてやめた方がええって。野良犬か、随分と嫌われたもんだな。それにうちのお客に新選組がおるなんて噂立ったら誰も寄りつかんようになって商売上がったりやわ。そもそもはじめさん、剣術なんてできるん？ま、そこはそれなりにな。じゃあ行ってくる。
っとはじめさん。なあ、働く気になったんはええけど、もっと普通の仕事でええやないの。悪いが、もう決めたことだ。あんたらには迷惑はかけない。はじめさん、これ以上話しても時間の無駄だ。あれで結構頑固なとこあるんやな、はじめさんも。